はい。おはようございます。アップしたのも回線切れで30分ペラリンで マジで やば。それはやばいわ。はい、こんにちは。おるかな。はい、どうも、こんにちは。すいません、ちょっと遅れて。いろいろやってました。ちょっと参加者が全員揃ってるか一回確認してから。もう多分全員おる気はするんですけどね。リッキー、お前白毛に負ける気がするな。ああ、だ、誰がやってるの。マイルズが追ってくれてよかったんやけどね、今回。え、なくなった。ですね。どうしよっかな。どこ配信するか。クラーク眠るじいじゃん配信してみようか。1回戦クラークじ、眠るじいじゃん配信。はい、こんばんは。で2回戦は、あー待って、眠るじいじゃんクラークの勝者おとリッキー配信するか。まあ俺の順当通りに行けばいろいろ面白いことになる気がするので、パッパと始めていこうか。さあ、もうおるか。夏希がおらんのか。今夏希がいないけど、まあもうこんだけ時間いるなら時間経ってていないなら、もう不戦勝でも割といい気はするので。え、ビタミン出てるやん。ビタミン出てるやん今日。2回戦ちょっと面白いカード多いな。まあどうせリッキー勝ち上がってくるからな、こいつは。眠るじじゃんクラークでいっか。眠るじじゃんクラークをじゃあ配信しますね。
今の時代おらんかったら、よし、では行きたいと思います。さてと、まあ、そこまで隠す必要はないと思うけど、まあ、一応2回戦は待機かな。はい、ID 貼ってるんで、もしまたね、お、ブジャギャルいらっしゃい。もし、あれですね、また試合観戦中に切断されるようで あれば、みーちゃんを呼びたいなと思います。お願いいたします。ダブルイルミネーションなんで、敗者側もあるわけですよね、今回も。まあ勝者側で負けたとしても敗者側から上がってくることが可能というのが今回の、まあ、ケントメンバー杯の、まあ、特殊なルールではありますね。というわけでルールに関しては書いてます。はい、改めて、よろしくお願いいたします。音楽とかちっちゃい？大丈夫？こんぐらいしましょう。さあ、まあ今回はねミュウツーミラーが始まるわけですけども、よろしくお願いいたします。さあ、1回戦目は、クラグバスネムルジージャンと、まあ、昔からいてくれているメンバーの2人ではありますね。よし、はい、お願いします。さあ、有利を取っているのはクラークの方だが、青色が、クラークで、ノーマルカラーがネムルジージャンと。ノーマルカラーがね、なんだかんだ人気なんですけど、これは外側に飛ぶので崖みたいにはならない。しかし起き上がりには故郷を差し込んでいく。下スマ当てていきますね。素晴らしい、しっかりと当て感が素晴らしい。さあ、ここは念力、シャドーボール当たってると逆に即死されてしまうと。ここはクエネでガリガリ削って、こう最初当たってこう飛ぶ先を見ているが、下スマ置いている。 91% ならば上スマで撃墜するパーセントなので、危なかったですね今の。ギリギリ。さあ、ジャンプ念力からのクエヌで、さあ今のは巻き込んでから上スマをするってやつですね。ここは金縛り入って下スマで撃墜。いや、うちの大会ですけどミュウツーミラーマジで珍しいんでね、ほんまに。ここは横気を当たらず、
念力は、さあ念力が発動する前に食らってしまって下強からの空前コンボで 52% パーセント的には完全に五分ですね。前投げ入れて 74%、 ここはジャンプを読んでのクエストを置いていたが、さあ空前が交差しながら、さあ空前差しで当たって、ここは念力、さあ掴みがもう念力が掴み判定なので秒数的に間に合わなかったですね。これはシャドーボールを見せて、おっと見せるか、さあ滑り下強を逆にクエネで差し返していく。さあこれが騎士と出るか強と出るか、さあ崖を背負っているのは眠るじいじゃん。さあ前投げてさあ枯れるか、さあしっかりテレポで真ん中に逃げていく。これはジャスが狙いだったか、ガード解除してしまい実装先行したのは眠るじいじゃん。クエネ取って、さあ DA からの 26% 掴んだ後に下投げ、これは植木を取らずにクエネガルより行った後にザ・ダウンのところにシャドーボール当たって、やっと今に 73%、さあ流れ取ったもの勝ちっていうところありますからね。これは90以上入るんじゃないか、100いきましたね。これはほぼ、おっと攻撃、あれ危な、空前で終わってましたからね。さあジャンプをあなかったか、さあ念力からの空前で撃墜したのはクラーク。さあしかし 100% のこれは結構厳しい、下スマも危ないし空前でも死んで死なない、上スマでは終わりですね。まあほかほかがないのでさすがにまだ上投げでは死にませんが、もうほぼリーチといったところでも、上妻が弱い弱っ、そんなこの同士でも弱い、そこ見せていく。クマ足らずに、さあ金縛りはちゃんと避けて横強で撃墜、一方選手したのは眠るじいちゃん。さあ音量バランス大丈夫でしょうか。俺大丈夫、ありがとうございます。さあカウンターステージ制ですね。まあルール的にはね、終点タミスマ、タミスマとか前スマのルールと同じなんですけども、一番大事なのは、まあ、終点下のステージが氷山とか見える頂上のステージになっているとこですね。あ、ちょっと違った終点の景色が楽しめるっていうね。さあ一本先に取ったのは眠るじいちゃんですね。ノーマルカラーの方ですね。さあ再度選ばれたのは小戦場。さあ先にねミュウツーがシャドーボールを貯めた後に同じミュウツーがシャドーボールを貯めると音が消えるというね小ネタがあります。さあ着地際に念力をやったのですが、ここはギリギリ、さあ攻撃あり、空下を見てからの攻撃が OK。 さあこれクエルは入れて DA 57%、 さあ一気に取っていきますね。さあ起き上がり攻撃、結構ね起き上がり攻撃がねミュウツーの優秀なんですよね。さあ着地間際に念力入れたんですけど、クエル暴れをしてたので危なかった。これさあギリギリの読み合い、さあ空を入れて、ここはクエスト入れるか、クエネ入って、さあこれは楽器を背負うことになったか、これが吉と出るか今日出るか。さあ飛んでって、さあ念力のエフェクトが消えましたか、おっと危なかった今の。これはあれ上投げで終わりますね。でレポートで逃げたところをウィスまでしっかり買っていく。1ストック先行したのは眠るじいちゃん。さあ今のは、ね、無敵でしたね。無敵だったがために DA が当たって、さあ取り返していく。さあ念力当たりにくい上の方でシャドーボールを打って 49% まで持っていくが、クエネで差し返して横綱当たらず、ここは起き上がりにしっかりシャドーボールからの空前確定ですね。さあ念力、ここは先ほどからどうする、何が当たった今。さあクエネから 65%、 お互い結構この自分のタイミングを、おっと危なかった今、おお危ない、お互いが読み味かけているが、これは先ほどからの弱入れて 85%、これ空後、そう、あえて空下しないようにちょっと別の離れたところからテレポという感じですかね。すぐに崖を捕まらないといったところで、さあ空後体育ガードして、ここ起き上がりはこれは、おっと出なかったか今の、空前で撃墜でしたが助かりましたね。この命拾いした展開でどう変わるか。さあお互い上投げで死にます、どう取るか。さあ DA の持続当てで126% まで持っていく、下スマ当たっていく。さあ精度が高いですね、やはりお互い下スマで崖でちゃんと殺していくのはやはりミュウツー使いといったところじゃないでしょうか。弱入れて 156%、
さあ何でも死にますね。ウェイ教でも死にますし、全てで死にます。さあここはもう一回クエヌ消していく。 23% だからジャンプで逃げていく。さあ回避ではなくジャンプで逃げるが、これは金縛り、金縛りに金縛り返し。さあパーセントもほぼ一緒。クエヌから下げたらず。さあ起き上がり攻撃に 11% からのクーマン入れて 25%。 さあ横様がおっとやっていく。さああれ焦った時に当たりますからね。さあこれはクエヌからコンボが入りそうでしたけどね。やはりミュウツーね、単発の攻撃力高い。これは起き上がりに、さあまず1本取り返したのはクラークのミュウツー。ミュウツーの攻撃力ってやはり単発で高いので結構逆転が起きやすいんですね。逆に言えばミュウツーっていうキャラクターは逆転しやすいし、逆転されやすいキャラクターっていうのが、まあ、僕は魅力と思っているので、ミュウツーミラーはそういうところが顕著に出ますね。どんなパーセントでも逆転はできますし、逆に油断できないというそういう展開が多いです。このミラーは要するに俺はめっちゃ嫌ですね。壊しやすいし壊されやすいというのでお互いが嫌と思いながらやるカードなんですね。ピチューミラーと同じ匂いを感じますけどねこれ。さあ3本目眠るじいちゃんってカタカナだよな。選ばれたのは村と町、よろしくお願いいたします。ここは、まあ、一番大事なのはミュウツーミラーで独特のこのシャドーボールでの念力の反射の読み合い、ここはやはり重要かなと思います。これ下級なら前やったかもしれませんね。これはちゃんと受け身、逆に念力、さあうまいですね。念力を密着での念力がお互いバチバチぶつかり合ってるって感じでしょうか。さあ金縛りは空中にいたので金縛りは決まらず、しかし 1% のダメージを与えることができます。横綱当たらずに、さあ、はい、仕込んでますね。あれはね、当たれば正義なんで全然いいと思います。ここは前投げを選択、効果力を優先して 71% だが、さあ攻撃起き上がり。さあ食えるのはしっかり何もなく、しかしガキを背負っているのは眠るじいちゃんだったが、1ストクーマイで取り返していく。さあ先行して有利なのはクラークだが、これは上強で払っていくが、さらに上強暴れからの空号 35% 組まったらずに、さらに空 N 43% もできますが、これは念力当たって 103% 念力が間に合わなかったか。さあ密着でショートボールが当たって、さあパーセント取り返したのはクラーク。今尻尾に当たった、今上強払ってって尻尾に当たりましたね今ね。クエヌからさあ DA 26% も持ってきます。さあシャドーボーを踏ませる形になりましたが、ここは横澤センター当たって、これ危なかったですね。危な、村持ちじゃなかったら死んでた可能性あるかもしれん。グシタは受けていく。じゃあ横強つかみがすかったところにしっかり横強で押し置き、クエヌからこれは浮いてしまったか。浮き上げてさらに空号、ここどうする。これネリキーからの空を入れて上強で上げていく。 68% だが下強で上げて、ここはさあ金縛りを狙ってますね。あっ事故っちゃったか今の。しかも天井が、天井っていうか下に落ちて撃墜する幅が村町とかスマ村は狭いので早めに死んじゃうんですよね。というわけで勝ったのはクラーク、おめでとうございます。眠るじいちゃんはね、敗者側があるので頑張ってくださいと。2回戦目ですね。2回戦目開始します。2回戦目の配信は、ビタミンとタックン、配信開始します。部屋待機ですか。うん、部屋待機じゃないよ、普通にそのままやってください。お願いします。いや、ここいろいろ見たいとこ多いんですけどね。ミカル・アロンも気になるし、まあ、リッキーがクラークをどうやるかとか、ハクもいいんだよも見たいし、ハスキー3ピース、まあ、いろいろ見たいのはあるんですけど、
ビタミン C たっくんがちょっと配信台にしていこうかなと思います。敗者側1回戦はそのまま始めてくださって大丈夫です。勝者側は2回戦開始します。まあね、敗者側があるからね、敗者側1回戦がありますから、ここがね、さあさあ3回戦目からはちょっとずつやっていきたいですね。ビタミンがまだか、ビタミンがまだか、あいつ何してんねん。最速敗退試合で B クラスシングルエレミとかやってもいいですか？もちろんいいよ、全然いいですよ。さあ来ましたね。はい、では、2回戦目お願いいたします。さあ久しぶりですねこの2人。さあこの2人だいぶ久しぶりです。さあケイトメンバーのフルカブ、タックン、バズズ、ビタミン、よろしくお願いいたします。さあ勝者側2回戦となります。さあもうここからほぼミュウツーは出てこないというのがね、僕の予想です。さあシズエ VS クルール、さあもうお互いほとんど仲良し身内なんで、どういう風に戦略を練ってくるかはもうお互い分かっていることでしょう。そもそもビタミンはスマブラやってんの久しぶりに見ました。さあ前投げからの DA 選択 26%。 さあシズエが王冠をしまって羽には壊されましたが、王冠が一生帰ってこないという状態なので立ち回りが制限されてしまうのが村人やシズエの、まあ、立ち回りというか対策というか、ここら辺が大事だなと思います。アイテム使いはこういうところを気にしないといけないっていうのが大事ですね。さあこれはほぼ積まないんですね、意外と。縦軸が若干難しいのかもしれませんが、クーマ入れて 107%。 さあ一生王冠をしまわれているので、王冠を出せないシンプルなワニ。さあキングではなくクルールがずっと戦っていますが、ここどう返していくか。さあ鉄球はここは帰っていくか。しかし崖上にセットアップが強いのが静江の特徴だから、横様、さあこれ食え、避けていく。さあシンプルにずっと王冠がない状態で進んでいますクルール。ここは掴んで前投げを選択、しかし回避は入れているか。ここはいやー無理ですね今の、これほぼ積んでんじゃないですか、これめちゃくちゃきつそうですねクルール。さあ重量級キラーって言われてるところがありますが、静江はこういう崖のセットアップというのが大事かもしれませんね。これは王冠が戻ってきましたね。さあ時間制限で解除されましたかね。ここは上京、さあゆっくり降りて上京でコンボの火力を上げる選択だが、ここはさあ掴み判定が出なかったため上京からの空上コンボで 40%。 ガチ1年ぶり、まあ、そうやんな。これは台が利用して上投げで撃墜したかったか撃墜をしなかったか。ここは戻ってくるか。さあ羽は埋めて、さあ崖つかまり2回目がないが攻撃起き上がりをちゃんと利用して、さあ崖の外の復帰阻止にパチンコをしっかり入れていくが、これはジャンプ空母が当たったつもりだったか先にプロペラが当たってしまう。これは死ぬんじゃん、すごい死にますね。これさすがに台の高さも含め上投げの強化も入って 130% では死にますね。さあクマ入れて 110% から、これは移動回帰したんですけども、やはり釣り竿に引っかかってしまう。プロペラの方が強いかな、あれは。さすがに株よりプロペラの方が強いかもしれませんが、さあしまった、あかー、これきついぞ、これはきつい。さあ大体展開があるのはクラウンからの展開でこういろいろ試合展開をこう広げていくっていうのがクルールの強みなんで、やることがないですね。しかしね、しまったら他のものはしまえないので、逆に鉄球は出し放題ということになります。まあ、あまりいらないですけど 167%。 ここはクーエヌ着地する間際にさらにジャンプで空に入れることによって、ああいう風に撃墜ができると。さあ空後から上行入って、ここへ避けていく。
作やしかしシールドが削られている。できればシールドブレイクしたいが、これは戻ってくるところもね、くらしまわれますからね。相当しんどいと思いますこれ。マジで久しぶりに見るわ、マジビタミンの素脂。さあ虫網がでかい。ここ移動回避するが食えるで逃さない。さあ虫網に当たらなかったか。さあ DA を貫いていく。ここはそう撃墜したい。さあ回避読んだか今の。クッサを入れていく。クッサ、さあ風船割れたが肝心の静を倒すことができなかった。さあクマ入れて 80% 完全に撃墜パーセントですが、これは横球を入れていく。 103% バス 0%、 これはもしかしたら逆転あるかもしれない。さあ重量級の強み、同じストックならば逆転まだワンチャンがあるかもと。ここは弱から入れて下スマ決めていくか。さあしっかり撃墜していく。まず1本取ったのはビタミン。まあ、ビタミンに負けるということは一生煽られるということですからね。これ煽りが発生しますからねこれ。さあ次ステージの問題、キャラの問題、いろいろ問題が発生してきますが、どういうキャラクターを選んでいくのでしょうか。ワクワク。パルか、パルかクルールか、何のキャラだ。まあ、前回みたいな感じね。でね、俺が大会観戦してるとすげえ切断されるみたいな案件があったんでね、まあ、それがなくてよかったかもしれない。さあ選ばれたのはパルテナ、まあ、ですよね。さすがにちょっとクルールシズでだいぶキャラパワー傾いてた気はしましたね。さあ2本目、タックンパルテナ VS ビタミンシズ。ライブはしてなかった、あれかな、メンバー限定で配信してましたね。さあクッサ入れていくが、ここはまだパーセント的には撃墜には至らなかったか。さあ今日からここはさあクッサ食う前からのクエネ入れていく。さあ埋めてクッサから空母、さらに空母ゴージャスパーからさらに食う前入れて、さあさらに食う前 72% まで持っていく。さあ呼吸を払って食う前からさらに食う前、さあオート照準をガードしていく。さあ横呼吸振り払って食う前から、ここ起き上がりは食えぬ、さらに追い打ちかけていくか。ここ食う前を入れずにさらに食う前。さあ姿勢が良かったですね。さあパチンコの姿勢で避けていく。下投げからここは空母。さあこのパチンコがなかなか鬱陶しいが、これどう対処するか。パルテナのカウンターはそんなに効率がいいわけではないですからね。さあ回避を使っている ところが回避上がりをするとハニャにやられてしまうので、ここは安全に回避ジャンプ上がりからのテレポートで真ん中の台へ逃げていく。ディエはさらにディエ危なかったですね今。怖っ。空母、さあ攻撃起き上がりにはしっかり空母を入れていく。ここは風船も入れて、さあ風船込みのヒットストップで殺していく感じですかね。さあ空母を根元当て、先にストックを取ったのはビタミン。さあしまうには無敵があるので無敵で逃げていく。さあクエヌから勇気を払っていく。即後ろ投げ。さあ今のは、今の後ろ投げはシンプルにスマムラが助かったかなという点がありますけども、植木を植木をからのクエ 44% まで持っていく。さあここはギリギリ後隙がなかった感じですね。さあ爆炎して撃って、さあ空砲打っていく。さあさらに空砲打って 64% までチクチクと貯めていく。さあもう横スマなら撃墜範囲になるのではないでしょうか。静江ね、僕は地味に強いキャラだと思ってるんで。さあ空砲入れて 80% から空した。さあ受け身しっかり入れていく。偉いですね今の。崖メテオになってたんですけども、偉い、偉すぎる。ちょっと崖周りが強いか。112% まで持ってった。さあだいぶ稼ぎましたね。さあ確か静江の着ている衣装はグッチでしたっけ、ヴィトンでしたっけ。すごいいい服なんですよね。しっかりお嬢様市役所で働いてはいますが、お金に余裕がある証拠ですね。さあここから空母入れて、
さあ爆炎が入ってしまって 71% まで持っていくが、さすがに撃墜パーセントはタックン側。さあ虫は見当たらずに、さあ爆炎ガードして、さあ DA 持続当てで 79% まで持ってって食う前。さあ次はタックンの番か、上様当たらず。さあ崖上にいるのは依然として有利なのタックンだが、ここ空母入っていく。さあ1ストック取ったのはビタミンシーズ。さあ DA、 さあその起き上がりにはしっかり DA 入れていく。釣り竿で崖上がって、ここは耐えれるか。下投げはしっかり外ペック変しているので、さあ空母当たらなかった。横強で払って爆炎で死んでいくが、さあスマムラなので助かったかありましたね。天井が高いスマムラだからこそ生き延びた世界がありました。さあ空母入れて、そっとこれはジャンプ消えてましたね。しっかり空前でジャンプも消しながら復帰訴訟してて、勝ったのはビタミン。さあビタミンが3回戦進出ですね。お疲れ様です。リッキーさん強すぎる。まあ、リッキーに関しては、対ミュウツーは僕でできてますからね。対ミュウツー一番うまいですよ。リッキーが言うとやな。あの二人がうまいですね。対ミュウツー。さあ、勝つか、ビタミン。なるほどね。では、ビタミンチョッパーが3回戦なのか。ビタミンチョッパー面白そうやな。ビタミンチョッパー面白そうですね、マジで。さあ、敗者側のイロハネムルジージャン、ハスキアロバなどは、もう自動的に始めちゃって大丈夫です。始めてんのかな、もう。はい、敗者側はもうどんどん進めてって大丈夫です。ポヨッチミカルアロンが決まった時に見えちゃうのかな。ポヨッチミカルがの勝敗が決まった時に、決まった時点で夏希おらんかったら不先輩でお願いします。3回戦どうしよっかな。ちょっと見たいとこ多いな。ちょっと見たいとこ多いな。悩むな。まあ今日はそんなに人数も多いわけじゃないから、見たいものを見たいっていう方針でも僕はいいかなと思ったりしてる。3回戦のんびりやろうか。で、ルーザーズはどんどん進めてもらおう。そういう感じでいこう。ってことで、ハクモ3ピース配信します。他の3回戦の方は、はい、お願いいたします。パワープロ俺やったことないねんな、実は。パワープロの何あれ。いやー、ハクも久しぶりっすね、マジで。オッケー、来ましたね。さあ、よろしくお願いいたします。なんか、栄光ナインね。栄光ナインですよね。はい、お願いいたします。栄冠か。栄冠、ごめんなさい。栄冠ね。さあ、3回戦、開始お願いいたします。さあ3ピースリドリー VS 白魔ファルコ、よろしくお願いいたします。
さあ選ばれたのは終点かなんで、これ一回押してください。頂上なんでお前ら押してください。そうですね。はい、お願いします。何がまずかった？終点課の頂上です。大会ルールもう一回呼んでくれたら嬉しい。それ以外はでも基本的にないかな。監督の育てる楽しい。二次三次の方もなんかやってましたよね。僕その時知らんかったんけど、二次三次を。さて、さあ改めてお願いいたします。さあマジで久しぶりな白門ファルコ VS 顔マンガイ3ピース。どういうことこれ、顔マンガイって何？ここはクエヌから、さあクエヌは逆にクエヌでやり返していくが、クエヌから上京を当たらす。さあ NB で 7% ほど持っていく。さあ一気にコンボを持ってた時にどれだけ火力を出せるというのが、まあ白門ファルコの魅力ではあります。逆に3ピースはこうワンチャンを狙っていったりとか、セットアップにこうね読み合い部分が魅力的なので、ここら辺が光るのではないでしょうか。クエヌから、さあここはブラス、さあリフレクターでねファイヤー返すんですけど、2発になってるのでファイヤー同士がね相殺するという、あんまりリフレクターしても意味ないというね、が結構緑にとっては飛び道具の強みではないでしょうか。着地に両強置いて、さあ下火置いてますね。下火置いたら 40% くらい食らうんでね、空下入れて、ここはさあ上京と空母は相殺しましたかね。ここはちゃんとビジョンを見て空母合わせていく。1ストック取ったのはスリーピース。まあこのスリーピースはね僕のオリキャラの生みの親というか、僕のオリキャラを書いてくれてる神絵師ですね。さあここはブラスターからのさデススターを入れていくが、ここは上京からの空上、おそらくベク編がわざとちょっとずらした感じがしましたね。外ベク編だったら死んでなかったんですが、内ベク編にするように空上を当てたというのが白門ファルコのうまさ。ここは NB入れて、ここはガード仕切った後に上京さえ回避を見てから、しっかりこの反転空上を入れているからこそ空母が当たるというさ、しっかりとしたコンボを見せていきます。使い手ならではですね。さあ空下入れて、さらに 85%、 この一気に火力を稼いでいくのが強みではあります。さあ横火当たってればだいぶ危なかったですね。さあ空下から、これはおっと空当たらずに植木をさらに入れていく。ここは空前を選択、 110%。 さあ回避読んで、ここ起き上がったところをちゃんと見てビジョンで勝っての空母撃墜していったのは白門ファルコ。これは大丈夫ですね。デススター、さあこれでメテオを狙っていきます。崖を離していたら逆にそう撃墜という展開になっていました。リフレクター入れた後にビジョンを読んでから、そこに横スマを置いている。さあお互いを譲りませんね。めちゃくちゃ面白い試合。さあ空上一回入れて、ここは空上当たらずに、さあ逆に空上から DA で 22% まで打っていく。これはジャンプがないので、さあ今のは回避を見ての横スマを選択だが、これウビーはちゃんと見たか。空上からの空上 80%。さあ崖際問題ですね。崖際さえクリアできればリドリにもワンチャンがある。ましてや終点、ここはジャンプして下京はガードしていく。さあクエヌ体育 100% まで持っていく。どうする、さあ横京センター意識、下の上げから反転空母。さあ今のは怖いですね。崖にはあまり付き合いたくないこのリドリには。さあガード固めているところをしっかり、さあビジョン読んでいる、ウソも置いている。さあ怖い状況を見せていく。さあ当たれば終わりだぞと。崖捕まって、これ空母重ねる、助かった。捕まって、さあ回避上がり、さあこの通したが、これはちょっとファルコ的にはあまりやりたくない。さあビジョンガードされてしまえば上様を当たりますのでね。ウィビーは来い、おお怖っ。さあビジョン当たったか、これは空上でまず1本取ったのは白門ファルコ。面白いね。
いいじゃんいいじゃん面白いな。まあ白雲ファルコのまあコンボ選択はやはり僕は見ててすごい好きですね。さて、おそらく終点側を選んだのが3ピースなのであれば、ファルコ側的には戦場とか台があるステージの方がコンボ火力が伸びるので選びたいはずですね。やはりさあ戦場を選んだのはおそらく白もファルコでしょう。できれば戦場じゃないステージで対ファルコは勝っておきたかったというのが強みではあると思います。さあこういう風にコンボ火力が一気に伸びるんですよね。これさあクーウェイさあ3回入ってって 72% まで持っていく。さあこの火力の高さがファルコが重量級キラーと呼ばれている理由ではないでしょうか。上京からの空港、さあ空港からガードして様子見ているか、ちゃんと上京で拾って反転空港で撃墜していく。さあ被ダメージが少ない状態のまま1ストックをもぎ取っていったのはクモファルコ。さあ空前からその枠上がり回避から上京3回入れていく。空港1回入れて 29%。 さあ台の上で掴みを狙ってさらに高火力を選ぼうとしたが 38% デスス当たらず。さあ戦場厳しいぞこれ。ここは上投げを選択で空下を選んでいく。ここから上京を入れて反転空港で撃墜。さあもつ鍋さんもよくある空下からの展開、コンボ展開時ですね。ハクモファルコやもつ鍋さんのファルコは空下で火力を上げていくというのが一番印象的に見えますが、空N からこれは撃墜したか、ギリギリしない。さあウィスマーは回避入れていく。上京を3回入れて空上入れて、しかしこれ横見てガリガリ削っていく。撃墜には至らないが、ここは一応ビジョンで帰っては来れる。さあ空下、さあ持続が長い、上に帰ってきて、さあ横さま置いている。さあ危な、なんだ今の危なかった。あー決めようとした。さあ決めようとしました、ハカファルコ。さあ空下から、じゃあよ見ている、回避先をしっかり見て、上京からの空後コンボ確定的きつい。さあ勝ったのはハクモファルコ、まあ、さすがといったところでしょうか。ハクモはちょっと待機でお願いします。おそらく配信台になると思うので何してでもいいです。ではリッキーアロン配信します。配信台にお願いいたします。敗者側は、そのままどんどん進めていってください。お願いいたします。ハスキャルバーはやってんのかな、もうハスキャルバーやってるね、やってますね、やってますね、はいはい。いやー素晴らしい、ハクモ久しぶりに見れたわ。ハクモのファルコ元気してたお前が元気してたらよかったわ。そうやね、終点勝てなかったっていうのが結構でかかったかもね。タイファルコは結構終点で勝つべきみたいな時はあるからね。いやでもうまかったマジで3ピース、いや面白かったわ。バチバチの殴り合いですね。ブレイキングダウンでしたね。超面白かった、僕が見たい試合でした。3回戦は結構面白いカードが多いし、ちょっと余裕があるのでどんどん配信していきます。敗者側はもうどんどん進めていきます。敗者側はほぼ敗者側準決勝か敗者側決勝ぐらいじゃないと配信してないかなレベルで進めていきたいなと思います。こうお互いがさ、ストックを取り合ったり火力を取り合ってワンターンがお互い展開されていくっていうすごい話がすごい好きなんですよね。リッキー何してんのあいつ、早く来いあいつ、してないあいつ。なしそうあいつ、よし来た、よろしくお願いします。さあリングに上がってください。はい、リングになってください。猫サブロータックンが猫サブロー20でガチ、へえ、いいですね。猫サブローいいねな、猫サブロー大会に強いパターン。さあお願いいたします。月光がバスス
メタナイト、まあ相性的には月光が有利と言われていますが、まあ関西で最強の月光扱いが身内にいるので、リッキーは多分月光が対策は慣れているのではないでしょうか。その代わりにアロンがどれだけメタナイト対策をしているかによって結構展開が変わってくるのかなと思います。で、ここはクエルンからうちのボス流れってまだやってんの、あいつ、あのリプレイ制作クメからクシタからさあ空を入れていく。ここはクエナから逆に弱でかぶせていく。 27% まで取っていくのは先制しているのはアロン。さあ DA からウエスまで 32% まで持っていく。さあリッキーといえば即死コンボの精度ですが、最近スプラトゥーンをやっているのでコンボ精度が終わっているかもしれません。横綱当たらず、さあガードして、ここは前投げの選択。クエナから横綱、ここは竜巻黙れていく。さあガードが少なくなっているからこそ竜巻も通りやすいという感じですね。さあ即死は入っていませんが、ここは空洞入れていって、さあクエナから復帰阻止を入れていく。さあ空洞、さあ上から帰ってくるのは呼んでいての復帰阻止。まず1ストック取ったのはリッキーのメタナイト、まあ、リッキーがここにいるという時点が割とだいぶシード値が高いプレイヤーではありますので、それを見せてくれるかどうかですね。そしてアロンはちゃんと勝ってほしいですね、こんなやつ。さあマントで帰ってきて、下京からの上妻選択。さあギリギリ知らなかったが、おっと対空で空前、さあ1本取り返していく、1本というか1ストック取り返していく。ここは復帰阻止、おお、ほぼ即死ですね。まあ、確実なコンボで入っていませんが、相手のベクトルと状況を見てしっかり適切な撃墜できるタクを選択しているからこそできる美しいと言わんばかりのコンボ精度。さあここはジャコを入れてって 23% まで持っていく。さあ一気にストック差は同じかと思いきやワンコンボで離していきました。ジャコはクーヌから、さあ DA 当たらず、さあウェビー1段目だけ当ててパーセント稼いでいく。ここはつかみ選択、 DA でなくつかみで外に出していくのが目的か。竜巻で復帰阻止、さあ崖展開に持っていくが竜巻を置いているが、クエヌから DA 入って空母拡大コンボで 59% まで持っていく。 DA からクシタ払っていく。さあ横綱ほぼリスクない、しかしバックスで読んでいたか、上様選択するかギリギリ知らない。これ上様当たらずに DA で逆手に反撃していく。さあ 76%、 さあ下京上様だったら撃墜できるかもしれません。ここはつかみ選択、後ろ投げで 144%。さあ投げでは撃墜できませんが、こうなってくるとメタナイトはストックが有利なので技をパラせるっていうことができますが、しっかりガーキャンウェビーで撃墜。一本目取ったのはリッキーメタナイト。まあさすがですね。さあアロン、これは取り返せることができるのか。さあキャラは依然としてメタナイト、月光が2本目お願いいたします。さあ選ばれたのはスマムラ、選んだのはどっちでしょうね、月光が側かな。ダウンしたところはこれは私読んで、さあ弱を釣って空母で差し返していく。やはりオフを拠点としているアロン、ああいう動きは多彩ですね、素晴らしい。下投げ入れた後に上スマではなく弱を選択ですね。 25% まで持っていく。 D 当たらずに、さあお互いステップが強いというか、逆に月光側はメタナイトのステップとか D をどういなすかっていうのが結構重要にはなってくるのかなと思ったりしてます。で仮にメタナイトはメタナイトでこの月光側の DA、 これに付き合わないで、どう自分の中で D を差し込むかっていうのがポイントになっています。ここは下を見て竜巻でしっかり吹き出し、竜巻で吹き出しってことは上に帰ってくるから、それを見ての竜巻。さあうまい、これは帰ってきますね、うまい上からの復帰。しかし竜巻をできるだけリスクがないように設置している。だがアロンしっかり取っていくか、これおっと空中戦、下京は避けて D 当たっていく。ガードした後にウェビーは、これは最大取りたいが横京、さあ横須賀で出たかったが、まあでもリスクをつけれただけとマシとでも捉えてもいいと思います。ここはウェビー、さあうまいですね今の、あえて崖に直接掴まないことによってしっかり復帰ルートを確立させていく。クエルは当たらずに掴んで前投げ、手裏剣出して、さあ今の状況は有利だぞ月光が、ここは前投げ
水を入れて 93%。 サマートの安全に帰ってくる。ガード入れて、さあ NB から NB 入れて 100%。 さあ DA から駆けつかまっていくが、振り向きつかみの選択、後ろ投げで 121%。 DA 入れて、クーウェイ、さすがにスワムラだから死なないし、あの位置ではさすがに無理ですね。さあお互い何かの打撃技の撃墜が絶対に必要になってくると思いきや、即前投げでベク編をごまかすっていうのが結構ありますね。なかなか前投げでは死なないんですが、あ、これ多分死ななかった気がするけど、スワムラから死んだんかな。とにかくさあ 2ストック同士、お互い 0%。 さあこれは結構いい勝負、クーウェイで逆に掴んでたのはリキメタナイト、だが今のわざと内ベク編したことによって当たらなかったかな。さあ空した復帰阻止入れていく、ここは復帰阻止入っていきますね。復帰阻止のターンだからちゃんと避けていく。さあ月光が使いらしい上 B 復帰、クエルから上投げて、ここは難しいんですよね。竜巻、竜巻を狩るコツはいずれ結局自分の元に帰ってくるっていうね。さあこれは竜巻で着地狩りを防いでいたか。さあ、N、クエルジャスガからしっかり横距離リスクつけていくが、空港当たって下投げからクエヌ入れて 85%。 下京ウエスまで死にそうなパーセントでありますが、ここら辺どういう読みは仕掛けてくるのか。さあやはりすかし下京を入れてきますね。クエヌ対空入れた後、さあ横 B わざと最終ランだけ当てましたね。あれ下京からさあ前ステップ入れて横スマで釣っていく。多分このパーセント横スマだったら終わりな気しますね。前回避や回避上がりをしようものならあの横スマが当たるという。これはマントが水鉄砲でしっかり阻止していく。1ストック先行したのはアロン月光が、クエルからディエからの空号 35%。 水出してこれ横強じゃなく下強か。ここは出しつかみ前投げ、さあ前投げ即ウェビーという伝説がありますが、空母からさあさらに空母空上入れてもう一回空上。さあここは回避を読んでの横 B でしょう。さあ 68% まで復前、ここは慎重に復帰したいところ。ちゃんとここスノーバー上がりは掴んでいる。ここはパーセントしっかり有利に取っていきたい。空母は逆に空上で差し返していくか。これは激痛ですね。さあ 95%vs0% コンボが入りにくいのは月光が、即死コンボはほぼ入りませんが、先みたいに即死の可能性はいくらでもあるので、この DA から始まる。これは上、おお、いった、下強空前で激痛。まず1本取り返したのはアロン月光が、さあ11ですね。おそらく次のステージはリキが選んだステージが選ばれるかも、可能性がありますね。さてさて、今敗者側2回戦は結構スルピースが残ってて、まあ、進めてますね。さあキャラはそのまま、さあアロンが取り返すか。選ばれたのはポケモンスタジアム2。さあ3番目、お互い1本取っているので、これに勝った者が勝者側へ進出ということになります。さあ NB 当たってからの空前、 D 当たらず。さあしっかりガード固めてるのめっちゃいいですね。あれがめっちゃいい、メタナイトにとってはね、あれが結構嫌やと思うんで。さあ着地時に竜巻クエルから、ここは横スマ振っていくか。さあ、クエヌから。さあ、竜巻入れて、復帰阻止していくか？しっかり受け身取っている。さあ、クエヌ下ね。いなしていくか？ここはさ、枯れないよな、あれ。むずいよな、あれ。ここは、下強からの下スマ。さあ、ジャンプ読みで空母振っていますね。ジャンプクエヌ下からの。
さあパーセント 22%、 被弾ダメージが少ないままずっと展開していますが、ここから逆転するか。前投げして 50%、 さあ空港入れて 62%、 さあここからアロン取り返していくか。さあ多段キャラがの強みですね今の、特に回避とかも使わずに帰ってこれるというのが多段キャラの強み。下京からこれはジャンプ4ミンの空前か。さあ空前食えるか、食える体育して、ここはマントに逃げていく。後ろ投げ、上投げでは知らなかったかさすがに。ここはさあつかみ打撃、レバーガチャがしっかりできている。おっとこれはミスったか。あーはは、安定つかみが出てなかった。さすがにあのパーセントかつホカホカだったら、まあメタナイトも上投げで撃墜できると。さあこれは即死か、うまっうめ。さあ即死は入りなかったが 53% まで持っていく、さすがですね今のは。さあ下京はしっかりクエネでお仕置きしていく。で逆にアロンは下京からの展開で撃墜コンボへと派生したいのが本音じゃないでしょうか。さあ空が危なかったですね今の、当たってれば死んでた可能性があります。水流で戻って、ここは空母からの下京受け身や。さあ起き上がり攻撃で逆に取り返していく。なんとはこれ、そうですね、ダッシュからの横スマやったんですけどダッシュが出なかったですね。マントからこれはウェビー、あそこウェビー判断なんですね。さあ今のは読めないでしょうね、それとも確定反撃やったのかもしれませんが、手裏剣2回からの、さあ撃墜選択が乏しくなるか。これ下っけ入ったか、回避ちゃんと見ての横そばでリカバリー完璧。さあ1ストックがまだまださついている、ここなんとかして取り返したい。クエルから DA 入れて、上様の2回目が当たって 37%、 竜巻で 52% まで持っていく。逆に即死コンボが入りにくいので、ここは復帰阻止とか火力稼ぎが優先になってくるのではないでしょうか。メタナイト側、逆に月光側は水流や復帰阻止などで早期撃墜を狙いたいんじゃないでしょうか。ここはクエルは当たらず、さあディエからさらに空母クエから、さあ今のウェビー当たらない判断となったのでウェビー打たなかったって感じですかね。クエルカードからさらにクエル空母から、これ見ているか、危ない。さあここからはちょっとメタナイトがやりたい放題してくる可能性があるパーセントとストックさガードして、さあ空母から下京入れて、さあその場会議しない、えないですね今のね、お互い偉かった。さあちょっとひよったその場会議しようものなら下スマが当たってましたけども、 DA からこれはよけて、さあこれお互い1スト同士やったらよかったんですけど、リッキーはまだ2ストあるというのがアロンにとっては非常に辛い。水流残って後ろ投げか前投げを選択、さあ前回避は許さないと横綱を置いている。これは水流で死にますね。さあ水流があるのでまだメタナイト側も油断できない。さあ DA からの 32% の上様コンボ、空母タイク、さあ逆転あるかアロン、これさあ逆転あるんじゃないかこれ、もしかして竜巻入れていく。さあ空母出なかったですね今の、これ死ぬか、あー飛びますね。勝ったのはリッキーメタナイト、しかしアロン月光がだいぶ強かった。まあ敗者側もあるんでね、こっからクリスピーベーゴさんこんばんは。さあ 2-1 でリッキーアロンが勝利と。どうしよっかな、じゃあビタミンチョッパー配信します。酸欠になってきた、ちょっと。
酸欠になってきた。なんか、いや、うまかった。見ててとても面白い。あー、よかった、そう言ってくれたら嬉しいね。まあ、チョッパーはこの大会の盛り上げ役ですね、やっぱりね。さて、このカードもどうなることやら。敗者側はどんどん始めてってください。さあ、チョッパービタミン、ビタミンはこのまま静江を出し続ける感じなのかどうか、さあお願いします。さあ、格闘ミー VS 静江。もうチョッパーのね、生き様がだんだんもうどうやって誰を破壊するかみたいな脳に走ってると思いますが、それをビタミンはいなせるかというのが問題ですね。さあ、猫またおかゆさんのミーですね、これは。さあ、猫またブサーとある VTuber ファンということが分かってしまった、このケントメンバー大会。さあ、クエ拾って、さらにガード、ここからクエヌ拾っていく。さあ、声が変ですね。ここからディエから、さあ、クエヌが強いというのが格闘ミーの強いポイントです。からのディエ差し込んでいく。さあ、もう僕もとうとうホロライブの方の名前が分かるようになってしまいました。さあ、上京から拾って、さあ、格闘ミーおそらくアッパー構成でしょう。スピンかな、下距離狙ってるなら。さあ、どういう構成かは今まだ出していないですね。上強から入った、これは多分し、あーっとギリギリですね、今の。もしかしたらちょっと遅かったですね。さあ、マッハパンチを見てきました。このパーセントではまだマッハパンチでは知りませんが、もうこれでマッハパンチで多分死ぬと思います。さあ、DA から、さあ逆に横強で跳ね返していく。さあ、対空空母から、さあ熱いですね。その上から帰ってくれるというのがね、やはり格闘ミーの強さではあると思います。マッハパンチ入れていく。さあ、後ろ投げからニューニュー言うてますよ。さあ、ニュー言うてますけども、さあ空母からこれガードして、多分至近距離のものがあったらすぐにアッパーで反撃できるというのは今の強みじゃないでしょうか。クエヌからこれは上 B、 しかし引いて空中攻撃出して、なんじゃお前それ。死ぬんかい。さあ、荒れてますね。嫌なことあったんでしょうか。さあ、ガードした後にここはそのまま、さあ、ジャスが狙いでしょうか。上強からの空エレ 28%、 ガードから弱からの上スマはしっかりガードしきっている。さあ、回避上がりから下スマ、さあ下スマ、さあ、お、なんか嫌なことあった。さあ、ウェビーは当たらない。ビタミン困惑、さあビタミンが困惑している。さあ、空母から、さあ、マッハパンチ当たれば死亡ですね。しかし反対向いていたので当たらなかった。ここハニワごと蹴っていく。さあ、ウエスマ空母何でも結構死ぬと思いますが、ウェビーではギリギリまだ死なない可能性がありますけどね。ここガードして、さらに空母で切り離していく。 77%。 さあ、ウエスマ当たらず、マッハパンチャーガードした後に横強で払っていく。ガードして上投げから、さあアッパー、あー、マッハパンチいずれ当たる、この技いずれ当たります。さあ、ディエから、ここはおそらくシズエでもこのパーセントなら掴めば、さあ、メッテオのね、力が結構強いんですよね、格闘ミーは。下強から、あおっと、今の上強暴れは正解ですね。あれで台に乗せてから下投げに持ってって撃墜。今やってることはリフコンと変わりませんが、チョッパーはやはりドンキー使いでもあるので、こういう壊しが大好きなんですね。壊すのは大好き。マハパッチ、さあ対抗していくが、しっかり拾うのを無敵で避けていく。ここは DA 貫いていく。さあ、ハニワやって、
ここは崖セットアップを決めていくか。しかし安全に帰ってこれるが、これは埴輪ぶつかって上に飛んでったのはチョッパー格闘技。さあ1ストック、あ、これ終わったね。これはい終わりました。さあ1ストック取り返していく。あ、ピコピコハンマーで殴っていく。さあ子供に優しいピコピコハンマー、暴力的な表現がありません。さあ空上から拾ってって 58% から、これはピコピコハンマー打っていく、打ってって、あ、かわいい。これさらクマへ 37% ハニを蹴っていくので、壊しながら蹴るので自分にダメージがないと。さあ植木をカードして、さあ声、皆さんの声、植木をから、これあーっとタイミングちょっとずれましたね。いいよな、もっ、あ、これ終わったんじゃない、これ、あ、おっとギリギリ、さあ多分間に合ったら終わってた、あ、これ終わったかも。あ、でも外ベクちゃんとしてるので大丈夫ですね。もう多分入りません。今のウェビーね、多分入ったと思うんですけども、ここはスリザオ戻ってくるが、これ死にますね。まあハパンチで撃墜ブチギレてそうブチギレてそうっすけどね、これなんすかこいつみたいな言うてるかもしれません。さあ多分おそらくですけど、チョッパーはステージによってキャラクターを使い分けている可能性ありますね。下投げ上 B がで撃墜できないこうステージも結構あるのでね。結構ステージに左右されやすいカードでもあります。さあ選ばれたのはドクターマリオ。はい、こんばんは。さあ勝ってなおキャラクターを変更していく、まあ、これが多分村増とかを今後選んでいくんじゃないでしょうか。選ばれたのはポケモンスタジアム2。さあ取りました。さあドクターのカプセルを取って処方箋、ここはクエからの、さあクエヌはそうですね、上京の方が勝つんですね。だいぶ強いですねやはり。しかし毒針のクエヌ、スマブラ界でも屈指の硬さを誇っています。このクエヌが通る限りはだいぶ毒針がやりやすいのではないでしょうか。ずっとなんかずっとあの人台の上で投げてる、台の上でずっと下投げしてるあの人。さあカプセル当たって、さあ空前差し返していく。ジャスがした後に空母を当たらす、さらにディエで拾っていく、着地狩り展開、下火これ死ぬんじゃない、うわー、やってるやってるな。さあディエから持続当てで、これカード空エヌから下京を拾っていく、余興は2回入れていく、よくそも当たらずに。さあ今のはパチンコも当たったし判定もしている、うわやっ、うわあ、今のはあれですね、ウェビーのミスですかね。マントはウェビーはしっかり後ろ投げ、前投げでなく後ろ投げを選択していく。さあ処方箋カプセル取っていって外に掘っていく、これは撃墜か、うわー、あ、しゃがみ煽りですかって言ってる、煽り良くないと思うな。さあ空前で弾いてって 144% 上京とクエネが想像した形ですかね。あそこで自然も食らってしまうのはやはり判定の強さをやっぱ意味しますよね。おお後ろ投げて撃墜、さあ下火入れていく、あーもうやってるあの人。上京から上京、さらに空へ、さらに着地時に空前を選択、 52% から柵を渡って下京拾っていく、下京もう一回下京して拾っていく。さあ何かがおかしくなってしまったこの医者、過去に何があった、ブラックジャック、ウェビーだ取ってクエヌ、あー怖い、あー怖いな、その崖のところのドクターマリオめちゃくちゃ嫌い。下京当たったら終わりだぞ、うわーうおー、しかもノーリスク、ここはどう帰ってくる、ジャンプからクーじゃなくてウェビー選択で勝ったのはチョッパー。さあ勝者側4回戦進出。
それでは夏希なのと小宮めぎと配信台です。お願いします。よくないですね。さあ今後のお二人の関係性が悪くなることは確定でしょう。さあ、最後の勝者側3回戦、小宮メギド二宮、なんか名前がうるさいと夏希殿お願いいたします。お、クラーク勝ってる。いいねいいねいいね、頑張ってね。ルーザーズさんはさて、さて夏希が来てるかな。さあ、あ、メンバー募集してます大会とか参加してくれる新しい風を求めているので、よかったらね、メンバー入ってくれたら嬉しいです。他にもね、ちょっと人数いたらちょっとアモンガス再開したいんでね、そのあたりもよろしく。さあこのカードどうなんでしょうね。クラウドな感じしますけどね、こうなってきたら。じゃあ俺が腹いっぱいで食えてない唐揚げ2個が後ろの机に置いてんねんけど、これいつ食おう。もう冷えちゃった。さあ、メンメン VS バックマン。復帰阻止がきついイメージがありますが、そこあたりはどうなんでしょうか。小宮メギド VS 夏希なの。勝者側3回戦です。選ばれたのは頂上の終点。さあ、適切な距離を取りたいのであろうメンメンは、逆に、まあ、距離取りたいのはバックマンは一緒ですので、ここどうするか。ここはゲラボス取って、クエヌから降りて。シャケさんいらっしゃい。さあ、ジャック入れて。ここはメガブロと込みで 8%。 さあお互い同じパーセントですね。復帰していくか。これはしっかりしていく。さあ食えぬは食えぬ、さらに食えぬ。さあインファイト仕掛けていきます。 77%。 あれ届くんだよな。さあドラゴン、強化ドラゴンが入っています。これはだいぶメンメンにとってはありがたいバフ。さあメガボルトの対空入れてウェビアトラス、ここも掴んでいく。さらにドラゴンの強化が維持していく状態。これベル取って、これはあーっと受け身できず、逆転してったら夏希なのだが、ドラゴンでしっかり消化栓ごと破壊していく。さあ同じパーセントだがジャスがして横スマ 20%。 偉い偉いし精神的にも強い。 62% から回避見て横スマ。さあ一発で決まった。さあ一気に展開変わってしまった。さあこれどうする。小宮右ド。さあここから空前戦略。メンバーシップとお互いでしょ。僕のは良心的やな結構。あでも禁水してるかもね。さあ空N からさらにメガボルトドラゴン入れている。さあここは対空空 N だが、これストック差が開いているのがなかなかメギドメンメンにとっては厳しいのではないでしょうか。さあ空前から、さあ捕まって、おっと、さあラグは大丈夫ですね。さあ行きましょう。ここは前ダッシュつかみ。さあ強化版ドラゴン、しかしここはしっかり時間を稼いで帰っていくのが偉いですね。これでドラゴンの時間を減らせるというね。掴んで、さあこれも対策ですね。これは受け身が、さあ受け身を難しいかさあ受け身難しかったか2回とも。さあ次の試合も受け身が鍵になってきそうではありますが、おっとおっと、さあステージはどうなんでしょうか。1本取っているのは夏希なの。
さあさあどうするここで。受け身ね、マジでとっさにできないとな、マジでむずいと思う。さてディディを選択していく。さあ1本取った余裕が出てきましたね、こっから。さあお願いします。勝者側3回戦メギダメンメン VS ナツキならディディ。紫はやっぱりゼロのディディのイメージがすげえ強いな。いやゼロが世界とディディの世界戦取った見たかったな。さあクエヌからここは振り向きつかみで後ろ投げを選択。さあこのカード結構メンメンがきついとは言われていますがどうなんでしょうね。これ DA からさらに空港からの空前。さあこれはクシタ入れていかない、ちゃんと見てから崖上がりしていく。 DA から空前コンボ確定コンボですね。これはバナナからだ、これはクシタですね。さあ確定コンボ入れてイディストック取ったのはナツキ。これは折り食う上からのコンボだったが逆に台に受け身したことによってコンボは途切れてしまったと。クエヌからこれは当たらず、しっかり DA からの反転空母でパーセントと展開を維持していく。ここは使わなかったか、しかしバナナが邪魔、バナナ超邪魔。メメがバナナ持ってるの変っすね。さあ空前からさあ腕を伸ばして適切な距離にお維持したいんですが、これはドラゴンスマッシュじゃないか、普通に強攻撃か。それで死ぬんや。さあ 69% 差ですがどうストック。さあこれ誰が死ぬか分かんない、怖かったな今。ホトリング当てて 5% バナナが当たってしまったがこけて、しかし大丈夫か、これは大丈夫ですね。さあ呼吸からさらに D 入れて、さあ空前からさあにぎにぎして飛ばしていく。さあもう下強烈までは撃墜しないか、リリー負けました、お疲れ。さあ DA でバナナ取っていく。さあメガボルトも取っ、さあこれはギリギリ知らないですね、やっぱりメンメン重いですね、シンプルにメンメンが重い。つかみは下強からのこれは死にますね、さすがにさすがに死んでいく。ここは折り空上からの空母1回入れて 34%、 さらに空母、これは当たったら空下が当たる話でしたが空母を選択していくが、これ上 B で撃墜ですね、復帰阻止。さあ勝ったのは夏希だろ。では勝者側4回戦配信していきます。リッキー VS チョッパーお願いいたします。勝者側4回戦で夏木奈々と白毛がやんのね。勝者側4回戦を配信していきますね。ちょっと俺お手洗い行ってこよう、ちょっと休憩。じじじじ、
さて、あ、来ましたね。さあさあ、勝者側4回戦、チョッパー VS リッキーとなります。よろしくお願いします。さあ、選ばれたのは格闘ミー VS メタナイト。さあ、選ばれたのは頂上の終点か、そして相変わらずの猫又おかゆさん。さあ、 DA からの上様で 33% からの DA 入っていく。これはさあ、今のねベク編がねめちゃくちゃいいので即死入れにくいんですよね。やはり特にオンラインだと余計にね。さあ、これクエラ入って上京2回入れていく。さあ、しかしパーセントが食らっていないですね、リッキー。ここちゃんとしてるのが偉いか。上京からさらにクエ、さあクエラからクエラから入れていく。さあ、このクエの死体にしているが、それが逆に沖横綱として当たるのではないでしょうか。これはさあ、タイホックスとかと一緒な感じですね。タイメタナイト、メタナイトのステップやをどう処理されていくか。クエヌから、これは多分知らないんじゃないか。次で死にますね。おっと、ウビー、しかし空中に当たったか。着地間際のマハパンチ。さあ、これは切れる。これは絶対切れている。はあ、お前ふざけんね。さあ、ここ帰っていけば上様当たらず。さあ、 DA 持続当てるね、 12%。 これ硬い。さあ、しっかり食えぬからの DA。 さあ、空母対空でしっかり撃墜していく。さあ、お互い二足同士、まだまだ分からない。さあ、急な横 B の連打、これで技構成は分かりましたね。さあ、それなのでどう対策していくか。出しつかみからの下投げ、これは移動先に D を置いているが当たらず。このクエヌ硬いんですよね。さあ、格闘 B のクエヌマジ硬い。さあ、今の上 B だったら若干怖かったですが、ここは下投げを回避したか。つかみ的に危ないですよ、これ。さあ、横強、さあマリオぐらいね使い勝手がいい、この横強。そう、体育竜巻で勝ってるんですね、今の。こう、ぐしたね。振り払っていく、横綱当たらず。さあ、下火。横火、ジャスガー、しかし当たらない。さあ、体育クエヌ。さあ、こっからマッハパンチがおそらく増えていきます。よけて。いや、さあ、マッハパンチ。マッハパンチ。さあ、お互い。さあ、それには付き合わないよというばかりの前管理をしていく。横身選択 128%。 マッハパンチは前投げを選択。これはちゃんとした B を見た軌道に合わせてしっかり上 B。 さすが、ここあたりやっぱさすがですね。さあ、クエヌはこれ死にませんね。上 B 強いんですけど、地上で使う分には威力がそんなに足らないんですよね。さあ、格闘ミー的には、おっと、これは即死はしない。さあ、ベック編が素晴らしい、ずれまくってます。さあ、ここは即前投げ、またはマッハパンチ、上 B、 上スマ空母なったりですかね。おお、これ拾っていく、偉いですね今の。さあ、しっかりそういうことは許さないと。さあ、 0%×50%、 どっちかというと格闘ミーの方がまだワンチャンあるかもしれませんね、このパーセント。さあ、今日は横強からの DA23%。 さあ、持続当てて 35%。さあ、勝つですね。竜巻アッパーの勝つですね、今の。下火入れて 61%。 さあ、 72%、 これ多分下投げつかみで終わりですね。あ、いやー、今のはうまかったな。外ベクヘンじゃなかったら多分マッハパンチ当たってましたね、着地クーエンで。うおー、これはメタナイトじゃなかったら帰れてなかった。さあ、ギリギリですね、素晴らしい。さあ、どっち勝つか分かりませんね、これ。さすがにマハパンチは上 B、 ちょっと、ああ、でも知らないか。あ、終わった、これ終わりですね。ちょっと危なかったけどね。おそらくあそこ
多分ね、下火マント切り下火やってれば勝ってはいたんですけど、下スマという方を選択しましたね。さあさあ、まあ1本取ったのはリッキーメタナイトと。さてと、思ったより楽勝ではなかったので、やはりレベルは普通に高いんじゃないでしょうか。うちのメンバー大会のレベルは、こいつスマパ8位ぐらい取っとったよね、この前。リッキースマパやばかった、あれ。普通にあいつやばいねんな、マジ。さあ行きましょう。選ばれたのは小戦場。さあ横火当たらず、さらに横火当たらず。ジャックはこれは空中選択しているが、横火にアーマーはないので、これはこれいったかな。あ、ウェビ暴れたけど、そうだよね、もうあれはほぼ詰みっすね。あなた場合だいぶ詰みです。ジャンプ終われればやられば終わるし、会議したら終わるし、そしたらメタネタのコンボを食らうしかないしで、ね、ほぼ詰みです。さあ早めにあウェビーで暴れて崖を早々に掴むっていうのが正解だけですね。さっきはそれをしたんですけど、崖の距離が足らなかったっていうのが残念なところですが、 DA 入れてよくよく、はい、下強からあ狙ってる、あ終わった、はい、まず一発。さあリッキーがぶち切れるさあリッキーぶち切れてます、これ内心ぶち切れて声を出して嫁に怒られるまでがセットですかね。さあここは下火入れていく、あジャンプ天井ぶつかった、きっついっすね今の。さあもう一回壊すしかありません、怖え声どっからなってんのそれ、口からなってんのそれ。さあ空拾って、さあ横スマ当たってれば撃墜でしたね、威力がバカでかいんで。さあ食えぬから下着を拾って、さらに食えぬ、ここは後ろ投げを選択、食えぬから、おっとここはまあ帰ってきますが、壊すパーセントとしてはちょっと足りない。どっちかというと台に引っ掛けたいですね、やはり。これは上 B で逆に取り返していく、下スマで後ろ手だが、あーおお勝つんだあれ、竜巻に。あもう一回やった、あギリギリ当たらない。まあしかし力的には余裕の気持ちがあったと思いますが、ここは上スマで対空して勝ったのはリッキー見たないと。いや惜しかったですね、2スタメンのあれがだいぶ痛かった。さあチョッパーは3回戦、ルーザーズ4回戦へ移動かな、ルーザーズ5回戦か、5回戦に行ってください。まあまだ敗者側もあるんでね。それでは、ハクモ VS ナツキなのお願いします。この2人は勝った方が、リッキーとやるので連続になりますが、ご了承ください。リッキービタミン、リッキー勝ち？すごいやん、リッキー。アロンハスキーはハスキー勝ちか。へえ、いいね。なるほどね。敗者側は敗者側で結構俺を怒らせるな。お前キレとったやろ、絶対。もうすぐわかるわ。お前の沸点なんか、もうすぐわかるわ。ああいうの嫌いやろ、お前。この後リッキー、後で、この後にリッキーやるんで、待機お願いします。
さあよろしくお願いします。ここはねこの2人は、まあ、前の県とメンバー大会でも決勝戦で当たった2人になります。ハクモファルコ VS 夏木七パックマン、よろしくお願いいたします。さあ選ばれたのは頂上の終点か、おそらく選んだのは夏希ではないでしょうか。先ほど消火栓を飛ばして、ここは空下の持続あってだったが、ウェキョウが足らなかったため、ここは確定コンボ入れていく、横強入れてから起き上がりはリフレクターで返していく、空下踏み踏みして前方向に飛ばす。さあビジョンからための横スマでしたね、今のこれですね。さあこの横スマ持続もたっぷり、ノックバックも最高、完璧な横スマです。掴んで上投げを選択、ここは空合、空位を2回選択ですね。さあ復帰措置が光るか。さあ今のジャンプ対空読みで空を振ってましたね。さあ踏んだか今。さあ今の確定ですね、おそらくあれは確定コンボですけども、狙ったか。よ今日は振っていく、読んでいくか、これは死ぬんじゃないか。さあ今のはちゃんとずらして逆に空前やっていく、ウェビで逃げて崩した、ビジョンジャスが、ここはリフレクター、しっかり持続が長い反射技で消火栓を反射して撃墜。さあ取り返していきました、ハクモファルコ。さあ空上から対空、もう1回2回入れてブラスターで 11%、 空前から崩したガードして上木を拾って空上1回、もう1回これ空が入りますね、66%。 さあ火力稼いでいきました、しかし崖離し空前でしっかり火力を稼ぎ返す夏希だの。ガードしたと下強入れてガードした後に、これは後ろステップ読んでいたか。さあちゃんとした正解高の崖上がりを見せていく。さあ前回避を変わるために横スマをしっかり置いている、偉いですね。ここが空上 91% から、さあリフレクターガードした後に、さあこれリフレクターされたら厄介ですので、飛び道具を打つ際は注意しなければなりません。ファルコ の, ブラあのビジョン、ビジョンじゃないわ、リフレクターは1フレから出せるというのが最大の強みです。さあ空下入れて、ここはジャンプ読んで空動いていたか、くるからリフレクター出して下スマはガードしていく、ここはリフレクターでしっかりと反射しますね、素晴らしい。クスターは逆にクスターでやり返し、さあ上今日2回入れて、しかし抜けますね、コンボが抜けやすいかなファルパックマンは。さあ空2回、さらにもう1回上今日から2回入れて、さあジャンプ読みの空上、さらにクスターからブラスターは2回入れてって 80% バス 78%。 さあこの潮風を飛ばすか飛ばさないかというのも読み合いですね。さあ使ってます、おお怖え、ジャスガー。さあ空下をしっかりジャスガーして、さああれ押したらベルが当たるっていうね、横強で押したらベルが当たって撃墜できるっていうセットアップですね。ここはビジョンで飛んでいく、上スマで勝っていく、一本取ったのは夏希ならパックマン。さあさあ面白い展開になってますよ。さあ選ばれるの戦場かな、次。ノートスプレー、うん、で、さあ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 、
暑いな普通に。やはり選ばれるのは戦場。さあ夏希は1本取っているので余裕はあると思いますが、戦場だったら取り返したいところ。さあそして横綱が痛かったですね。これコンボつながってますね。弱から横綱 50%。 さあ高火力です。欲求で潰してビジョンが置いてますね。さあしっかりビジョン潰しの対策が完璧です。ここは DA 入れて9枚入って、さらにもう一回9枚追っていきますね。さあ消火栓当たっていきますが、横強を払っていく。ここは空下当たらずに、さあ上強から空へ。さあ横スマ入れていく。空下ガードして、さらに空下は空へで反撃。さあ前に比べてだいぶファルコ対策をしてる気がしますね夏希。ここは飛ばして踏みつけ。さあ台が邪魔だったが、今のすごいな。あれ踏みつけてベル当てんのか、もう一回。はあ素晴らしい。見せプレイが実戦で使える瞬間ですね。上投げから空位当たらず、さらにこれは回避とか移動先をちゃんと見て上スマ、素晴らしい。さあガードは削っているが NB かな、ガードしてブラスター。さあベルコへ。さあクイヌ払っていく。さあ今のファイヤーは当たらないです。OS も当たらない。ここはガードからの消火栓取っていく。さあもう横スマが怖いですね、こうなってきたら。今のは推理を利用しての上投げ空上で撃墜しようとしました感じかね。さあネタがやはり引き出しが多いね夏希は。今のヒットストップを伸ばして横強を撃墜させるってやつですね、消火栓を利用して。ポンポン出てこないけどな、そこまで俺は撃墜だけどすごいよやっぱり。下距離拾って消火栓で当たって40-50、なんだかんだで 51%。 さあ様子見てますが、ここから反撃できるか。消火栓当たって、さあギリギリ、天井は、天井が高い戦場、なかなか死にません。上京、しっかりガードしきって台から降りる。さあリフレクターが強い。少しでも反応間に合えば当たりますからね、リフレクターは。さあビジョンは、リフレクターしていく。しっかりガードするが、移動先に上スマ置いていて、まさかのストック先行したのは、ハコモハルコ。これはレバガチャ入っていく。欲求当たらずに逆に空前 27%。 さあちょっと慎重かつ丁寧になっているか。これをどう崩すか夏希。さあクイーンでリフレクター取って、いやー横気を、まあでも寿命ですね、確実に寿命やと思いますが。さあリフレ痛え。さあパーセントが痛い。やはり飛び道具を気軽に振れないというのがパックマンにとってはだいぶ強く出れないというのが辛いですね。さあ回帰先に植木を置いてますが、これ植木を当たらず、うわもう一回植木を、しかし復帰しできたらよかったが、ここは許しま空母、これは死亡していく。勝ったのはハグモファルコ。さあこれで1-1、どうなることやら。いい勝負やな普通に。確かにね、次のステージ次第でだいぶ変わってきそうな気がしますけど。あー花粉症のせいで鼻が通らない、つらい。村町ならね、うわーこれはでもファレコ全然あるな。まずはビジョンで帰ってこれるこう幅が結構強くなりましたね。やはり下距離取って横距離飛ばしていく。 22% から
さあ上投げから空や選択、さらに空へ。さあ空下をふみふみして 73%。 さあ上空上からさらに空前です。コンボ火力を伸ばしていくのが強い。さあもうビジョンはしませんね。やはり先ほどみたいにこういう横スマがあったのでなかなかビジョン難しいと判断したか。さあ空が足らず、ここは横スマ見てから出しつかみ。おっと今のは上スマ出る前に空下が出たか。さあこれはさあビジョンの後隙にしっかり鍵が刺さっていく。強くなるんやで。あーコンボ火力伸びすぎ。次消化さんだったら死にそうっすね。これはビジョンするか。さあ空下足らず、これおっと逆に空前暴れ。さあベルはガードして、さらにベルはガードを逆に反転横スマ。さあパーセントもほぼ近い状態、かつストックが1ストック優位な状況にいる夏希なの。このままリードできるか。これは逆にパーセント高すぎて後ろだけ。さあ1ストック取ったのは夏希なの。いまだに3ストック。さあこのまま流れをずっと止めたまま入れるとだいぶ、これは翔子さん当たらず。さあこの不意のね、やはり消火栓をリフレクターされるのが結構厳しいので、ね、ここどうするかですね。さあパックマンのね掴みってね持続すげえ長いから、その場回避も枯れるっていうのがでかいんですよね。さあこれはおっと踏んで、あー見たか、今のは当たらんか、惜しい。しかしコンボ火力高い、さすが。ウィキ当たらず。いやこれ危ないね、いろいろ。さあ怖いぞ。いや今のは空母出なかったのが、しかしね持続が長いので、やはりさっきの言った通り、あれ無理に出ようとすると逆に後ろ投げで終わっちゃうとかもあるんですよね。メロン来てます、メロン来てます、メロンが来てます。あこれ終わるでそれ。おお危ねえ。あれはその場上がりとかジャンプ上がりするとメロンに当たるっていう仕組みですね。さあ取り返す。さあ対空空港素晴らしい。ここは上投げから空へからの空港。うわーえぐい今の。ちょっと待って、水流で出してリンゴ返ってきて、さらにそっから空港か。今のはえぐいな。さあ勝ったのは夏希なの、勝者側進出。さあ GG。 では勝者側、5回戦、連続ですけども、夏希なのバースリッキーお願いします。ルーザーズ4回戦はそのまま入って、開始してください。さあなんか最近ちょっと最近さバタバタしててさ、ちょっと疲れがきたな今。立ってやろ、立ってやろ。今フラットだったわ今。さあこれ勝てばですね、勝者側
決勝進出なんで、勝者側優勝ということになりますね。このままだと、これだと。これ勝った人が勝者側、優勝です。さあ、敗者側、いろいろ勝ってますね。小宮メギド、リッキーハスキーか。小宮メギドチョッパー。へえ、面白いですね、マジで。いやでも3ピース結構いいとこまで行ったね。お疲れ様です。リザルトは乗りましたね。でリッキーハスキーの勝者が白本やる感じかな。リッキーハスキー21了解。ではチョッパー小宮メギドだけ先始めといてください。で敗者側が、で敗者側は、敗者側のこれ決勝になるかな。敗者側決勝戦は配信します。そうか、ルーザーズラウンド6か。ルーザーズラウンド6も配信しますね。よしよしよし、それでは OK です。さあお願いします。リッキーメタナイト VS 夏木奈良パックマン。さあこのカードどうなんやろうな。見えひんからな、あんまり。なんだかんだこう丸い球体が争っているという。即死食らわないってのは結構鍵ですね。おっとおっと、これいっか。あっ、おお危なかったね今。リンク当たって、これコンボにはつながらないか。さあガードから差し進ま。さあ DEA が当たっていく。ここは下火で選択。ガードした後、これは受け身できる。さあ今ただ技をしっかり受け身できるのは素晴らしいですね今の。ここは横綱当たらずに後ろ下がっていく。さあこれしっかりガードからのコンボは、さあ空前だったら安いもんか。おっとこれは、うわー今避けた先に当たった。なんだかんだよかった。しかし激痛には至らず、これ横綱まで激痛しますね。さあしっかりベル置いていく。さあ1ストック先行したのは夏希。さあ DA、 さあ後隙ありません。あれさあ空母対空から攻撃上がり。さあ勇気ある攻撃上がり。ガードから今マント切り。そこでマント切りするんですね。やっぱり予想しづらいところでマント切りするので必ず当たってしまうというのがリッキーのメタナイトの魅力なんじゃないでしょうか。さあ DA から、さあ空上は逆に空上で暴れていく。空前からさあ使って、これは火力稼いでいくか。さあ当たらなかったらで急遽路線を変更。さあ攻撃上がりはしっかり下投げを取っていく。これは空、うわずらした今。今すげえずらしたな今。めちゃくちゃずらしましたね今ね。
最後スマ引いて。さあ、なんだかんだパーセント有利なのはリッキーですが、即死とか復帰死とかがあるのでまだ分かんないですね。やはりサービスマン当たらない。これは空母落としたか、逆に受け身取っている、素晴らしい。おっと、これは消火栓当たってベル避けていく、逆にベル持ってる。あお、あこわ、後ろ投げ、結局死ぬ。いや、ベルなくても死ぬんかいと、ベルだけじゃないんかいと。さあ、Dガードして3段目やるとね、ああなるんですよね。さあ、買い上がりやっぱしませんね、メタナイト相手には。さあ、ガードして食う前からリンゴ使っていく、コンボになるか。さあ、虚偽しながらも確実にコンボでパーセントを稼いでいく夏木菜のパックマン。横スマ当たらないですね、これは下スマめくっていたのが助かりましたね。これはうわ無理だな、それは無理っすね。ルード力頑張ったけど負けちゃった。お疲れ様。さあ、これはギャラモス踏んでいく 76%。 さあ、ダッシュつかみ、下投げ選択 94%。 さあ、どうなる、これ。おー、当たらなかった、これが救われたか。うわー怖っ。いやー今のは状況を積んでたな、状況を積ませる環境を作れるのがうまいですね。やはり上位のパックマン使いは。さあ、1本取ったのは夏希なの。そやな、終盤はだいぶパックマンは詰め将棋みたいなとこありますからね。さあ、もう一回終点、これ確定コンボですね。さあ、お互い慎重な戦いが続きますが、 DA から始まる恋もあると。さあ、これは横強で飛ばしていく。さあ、アイテムを持ってどうするか、即死狙うか。さあ、 Z で落としましたが、 Z で落とすともうすぐに消えてしまう。さあ、空前から、さあ今のは空下はしっかり上スマン。さあ、今ベル止めた今。さあ、作ってますね、しっかり。何のパーセントの何の技の組み合わせでどう飛ぶかっていうのを把握してるのが、またこうパックマン使いのすごいポイントですよね。竜巻は当たらないですね。さあ、今のは後隙がないコードで竜巻が終了しているため当たらないっていった感じですね。はいはい、これは上火取っていくか。うわ、取って、さらにこれ上火ですね、これ天下の宝刀素晴らしい。あのウィビーが当たればウィビーに当たると。来たか、キスしていく、食う前からベルで、これで取って、踏みつけて、うわうますぎ、なんじゃこいつ。今地面につく前にやったからほぼ確定か、あれ。さあ、ジャックから、さあ、クーシャー入れて、さあ、ダッシュつかみは当たらないか。ここは上投げからの空上。
今のすごいなマジで。あれがシンプルな普通に使ってるコンボとなってんのがすごいですね。さあ、ハクモリッキーが 2-0 でハクモの勝利。リッキー頑張ったけど、ハクモは強えな、やはり。さあ、ウェビーの帯があるが、これは横尾選択していく。これ踏む。さあ、踏んでいきますね。これの判断はもう正しいですね。まあ、赤の状態のトランポリンを踏むと、パックマンは落ちてしまうので、自分が先に踏んじゃおうってやつですね。これは対策ですね。来た！おー、ほい！さあ、相手はずらしますね。しっかりね、メタナイトの即死が入りませんね。リッキーへの対戦する相手はみんな。ここはウエスマン。火力優先、ウェビー入れる。59%。さあ、ベルがあるから、いや、しかし、ベルがあって落としてきたところにしっかり横相撲入れていくと。さあ、竜巻で着地狩りをしていく。さあ、なかなかやはり回避上がりしないですね。さあ、ここは止めている。さあ、振り向きつかみ入れて、ここは普通に帰ってくれますね。さあ、今のは危なかったですね。うわ、マント切り、これ水流で落ちそうで危な。あそこでマントをするんすよね。見えない、あれマジで。さあ、1-1となりました。勝者側優勝を決めるのはどちらなのか。さあ、ステージどこでしょうね。さあ、選ばれたのはポケモンスタジアム2。DA からウスマトラス。ここはクーエヌから。さあ、クー前から。これクージと当たれば危なかった。しかし、これは、これは、あ、おー、危なー。さあ、お互い危なかったですね。今のマジで危なかったです。パックマン側本当に危なかった。クエルから受け身は見てから竜巻だったが当たらなかったですね。ここは確実にコンボ決めていく。さあ、回避を読んでの横スマホールド。ここも横スマ消火栓が一発で吹き飛んでいきますが、ここは飛んでいく上スマ。さらにウビ読んでいたが、ここは安定の上スマで反撃。さあ、竜巻で入れていって、さあ、ベル入れていく。さあ、逆にベル取っていく。うわー、持続なんか。さあ、そのベルをどうするか。わざと取っていく感じかな。いやー、今のベル入れてからマント切りしようとしましたが当たらなかったですね。コードが足りなかったか。いや、でもめちゃくちゃいい発想、素晴らしい。さあ、お互いパーセントが危ない状況になってきましたが、この1ストックを先取したプレイヤーがこの勝負勝つ気がします。これは、まあ、受け身不可の威力ですね。あれ相当強いんで。さあ、このまま夏希が取り返せるかと思いきや、まさかのダッシュベースまで 0% バス 0%。 いや、面白い、面白いな。さあ、ここはつかみから下投げを選択。空上2回入れてって、上気を当たらず、ジャンプしての消火栓でコンボを拒否していく。ここから、はいはいはい。さあ、コンボ入れて 53%。 パス負けで吹き寿司。
さあここは弱からのさらに消火栓、さらに対空の空母。さあ流れはなんか若干夏希が取ってる気がしますが、これどうなんでしょうと思いきや、さあ空母受け身をしてるね、これうまい。さあ空母受け身している、さらに受け身している。さらに上身のジャンパー外から空母マント当たらない。さあ空母重ねてから受け身読み、さあ打ち回避読んでの横スパ消火栓カードして、あー今のはウスマを、そっか持続の伸ばしたか、ヒットストップで。さあベル持ってますね、怖いですよあれ、脅威ですよあれ。さあガードしっぱなしの相手にはしっかり掴んでいく。さあマントで受けてクーエ2回からのクーエヌ。さあベル取って、さあ消火栓、あー当たってしまったか、マント、マントで逃げた先にも消火栓が待っている。ここギャラボス取って火力高い40。ここが DA、 さらに DA 入るか、さあ当たり先受け身はできなかったが死にはしないので問題なし。ここはディエ、さあマントが当たらなかったが、さあほとんど 10% 差、下投げから、さあディエからのウェビーは当たらなかった。さあクエヌから、さあここは消火栓飛んでくるでしょう。さああと一発、鍵が消火栓当たったら終わりか。さあしかしマント切り一発当たれば終わりでもあります。さあここ崖上いるか、空母当たらず、上様これ撃墜できる。さあ勝者が優勝してったのはリッキーみたいな人、素晴らしい。私はモンスターエナジーを飲みます。行ってこよう。暑いっすね、唐揚げ粉。唐揚げ冷えてる。うん。では、箱もチョッパー配信します。部屋によろしくお願いします。唐揚げを晩ご飯の途中やったんで、この唐揚げ2個を食って終わろうかなと。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ配信始めてください。
唐揚げを食っています。今日リッキーが配信に映らんかったな。ややこしいな。 R のリッキーの方が配信に映らんかったな。あの子ワイプありきやからな。頑張ったねリッキー、すごいわ。お疲れ様、ほんまに。あ、いろちょん、えらーい、えらみって感じ。あー、うまいですね、さすがにね。ちょっと敗者側なんで今僕チルってまーす。これ敗者側準決勝です。僕も覚えてください。受け身頑張りや、受け身あかんよあんなん。頑張ってね、でもえらいよ。うわ、横スマ入れてきた。さあノリノリですね。今思えばもうチョッパーはもう疑似ヒカルですね。ロイも使うし格闘ミーも使うしドンキーも使う。あとはスティーブだけですね。俺も頑張ったんで褒めてほしいです。よかった、偉いよ。いやでもほんまにみんな頑張ってるよマジで、お疲れ様みんな。あとはね、自分をボコボコにした人を応援しましょう。ノリノリですね、ハクモ。うわ、あ、今ね。これ、あと1回の上強度終わりっす。ちょっと、あ、でもこれ空前なんですね。空後じゃなくて。これ空したら終わりですね。今のはセットアップですね。はい。もうリフレクターが当たってもいいし、あの状態やったら、空下を打てば、まあ、復帰として完了と。まあ、素晴らしいセットアップ。さあこれどのキャラ出すかですね。ロイだとこうなった場合別キャラを出すのか、それともフォックス来た。さあ一人だけリザルトが大変なことになってますけども、フォックスファルコはね、どっちなんだろうな。これ割と五分説がある気はするんですけどね、昔から。ほんと昔から、イニシエのカードですね。なんか、イニシエのとか因縁のカードですね、この2つは、やっぱり。なんだかんだ。スターフォックスのフォックスとかファルコをデザインした人、天才やな。さあ、反転空母から。これは、なあ、今の当たらんのね。じゃあ、3体しかなります。さあやな、あの表はリザルト3体しか作らない。ありがとうね、ほんま。リザルト作ってくれて。これガードしてからの植木をから食う前、全負けたので褒めてください。いや偉くは、うんうん、でも俺は全然素晴らしいと思うよ、それでも全然。ということでファイヤーをしっかりメテを決めていく。さあちなみにこれ勝てば専用のセリフが流れます。フォックスとファルコがどっちかが勝敗決着すると専用の勝利セリフがこう流れるのでお楽しみに。いやバシ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 。さあ空上の1段目だけ当たるからああいうなるんですね。空上からさらに空上。さあ対ファルコ難しそうですね、やはり。さあ空、わ、今のは上様でしたね。チョッパーちょっとそこはもったいなかったんじゃないでしょうか。今の上様じゃないと。うわナイスでも空を。ファイト上がるんで時間の時に褒めてください。お疲れ様、偉いよ。俺の褒めそんないる？大丈夫？俺の褒めって需要あんの？
えらいよみんな。さあクーマ入れて、なんだかんだパーセント、あでも違いますね、やっぱりストックが1ストック差がついてますね。ここは反転空をしてるのは、反転空へしてるのがすげえ偉いですよね、あのコンボの時に。空下1回入れて、ここは復帰阻止できないっていうのが若干ねきついと思います、フォックスファルコの、フォックス側は。逆にファルコは復帰阻止してきますからね、そこが若干でも差がついていく場面なんじゃないでしょうか。さあ空を当たって、これはビジョンで逃げていく、これ横スマが下にやりすぎですね。勝ったのは白毛。ではそのまま白毛は部屋内にいてください。夏木奈々と白毛が敗者側決勝です。さあ、ありがとうございました。あいついっぱい出してる。格闘ミー、ドンキ出してるんかな。格闘ミー、毒マリ、ロイ、フォックスすごいね。さあ先ほどぶり勝者側で勝ったのは夏木でしたが、さて敗者側ではどうなるか、まあ、ここがね敗者側勝者側のある2つある意味ですね。リベンジマッチっていうのがやっぱ発生するんでね、上の方に行くとそこが熱いですよね。今回もね続けて勝てるとはマジで限らないですからね、対応っていうのがあるので。お願いします。ここやっぱ綺麗よね、ここの終点か綺麗じゃない、マジで。確定コンボね、エラーエラー、あエラーエレースケベっすね、もうもはや。さあつかみが当たればいい、上京ね、えらい。いやーそこ振り向きつかみエラー、マジエラいわそれ。あーあーそれはねあーお客様、あーお客様、急降下入れて落下速度速いとああなりますよね。いや夜前ですね、消火栓当たらないようにちゃんと斜め前に方向に復帰してたっていうのが大事ですね。上京から空へ、さらにここ空へ、えらい。うわ怖っ、ここは開いていく。さあ撃墜拒否がいいっすね、素晴らしいっすねマジで撃墜拒否。小指選択で上京から空後、さあ空下決めるんやな、それしっかりとした復帰としね。ブラスターか、へー。さあ見ての通り今はちょっとのんびり見てます、休憩して。いやうまいな、いやーあれビビるよなーマジで。さらにクッシャー、うわうめー、素晴らしい今の水流利用してのつかみ。うわ、えら、しかしまだベルあんだよな。
ベルあんだよあれな。ああ。ああ。いや食うか今の。へえ判定して食う入れたんか今の。素晴らしい。しかも食う前もありやしな今の。ちゃんと。えらー反転空母。そこで上強で反転空母えらー。エッチやなほんまそれは。えらすぎるわマジでそれ。素晴らしいわ。なんだかんだ。パーセント的にはまあでも 80% やったら横スマで飛ぶかこれ。いやマジか今のそれは釣られるよな。さあリーチですね。敗者側優勝リーチはナツキなの。それはさすがに確かに。さあ、あのファルコの復帰のルートの阻止が今回すごい輝いてますね。夏希素晴らしいです。さあステージがこれで戦場になりますかね。ファルコ有利なステージになるとは思いますが、ポケスタ2ですか。なるほど。さあこれ上で。さあここから組む。攻撃上がりは逆に見逃してもらえると。いやマジで素晴らしいですね。こわー今の水流があったんですけど無理やり上につなげた。偉いですね。偉いぞ。食う前から起き上がり食いに入れて横スマはファルコの警戒する間合いがすごい上手いですねマジで。うわうわ今のこれ後ろ投げ。さあ空母から上強入れて横強で飛ばすと。でこれ崩した完璧っすね今の。ビジョンを買ってたからこそ今の復帰阻止が生きると。おっとあブラサうんえマジでうまいな。夏希やばいね輝いてるな。ちょっと相当強いな今日の夏希は。取ってうん。かといって白桃もねこう適切な場所でしかリフレクターをしてないのがすごい強いね。食う偉い。あこれ死にましたね。さあ一層取り返してったうまい。上強入れてクーエヌからさらにクー前これは見てからウダッシュウェスマ。こう後ろ投げですね。横 B からクーエ2回もう1回入れて70。今見たこれ危ない。おおしっかり受け身偉すぎ今の真横復帰。しかし振り向きで掴み入れてんの偉すぎそれ。グスターはこれアーマー付き。ここはどうする。消火栓はなくしていく。空母重ねここはギャラボスでよかったかもしれん。死にはしないからな鍵とかじゃなくて。クエヌからいや素晴らしいなマジで。
ここでどれだけパーセント拒否できるかっていうのが結構大事だなと。食い抜くから、さあ体育読んでる、ジャンプない、このビジョン枯れるか、ギリ枯れない。さあ横スマ見てから鍵 103%。 さあもうこれは鍵かベルかでほぼもう決定打ではありますと思う。さあ持続、その場鍵枯れるつかみマジで強いわ、あれ、あのこのキャラマジそう思う。これはしっかり見てからが食い当たらず。 145% はきついぞこれ、吸い込まれてげきつい。勝ったのはナツキなの。あー素晴らしい。さあ敗者が分かったのはナツキ。白門お疲れ様でした。さあ勝者側のリッキー VS 敗者側のナツキです。このままリッキーが2本取れば優勝、夏希が2本取り返してさらに2本取ったら夏希が優勝という形になっております。ではリッキー入ってきてください。あ、3本でいいですよ。3本がいい？ 2 本がいい？夏希とリッキーに任せます。決勝戦はね、3問か2本どっちか委ねてますね。時間的に23時なのでお互いの両者があったら3本でもいいかなっていう感じですね。3本で了解、じゃあ3本でいきましょう。ここあたり緩く俺が決めてます。ということで3本選手です、よろしくお願いします。さあラスト決勝戦、まあ勝つのは夏希かリッキーか、まあどっちでしょうね。そろそろリッキーまとまってきた感じもしますが、さあ今回からは3本選手、リッキーが3本勝てば優勝、夏希は3本勝ってリセット、さらに3本勝てば優勝となっております。下投げを選択して、さあ空上から D をつないでいくが、これは空上で拾って即死をするというパターンですかね。 D は当たらずにここは掴んでいく、下投げを選択、これはずらしている、さあ素晴らしい、上外ですね、これは死にましたね、これ多分入りました、はい、これは技術ですね。今のは3段目ぐらいでもうほぼ確定してましたね。メタライトの即死は、まあ、3段目ぐらいからでも相手のベク編によって、あ、これ入るな入らないなっていうのが決まっているので、あそこでもう操作精度が悪くなかったらほぼ即死は確定と。やはり即死で、まあ、大会一番決勝上がってきたのはリッキーがパイオニアですので、やっぱりこの精度は素晴らしいですね。こいつスプラティナしかやってませんけど、さあここはワントリー避けてって DA からさらにクウェ、さあ今のは DA で消火栓で止めて横そばで反撃、さあ即死されてもなおしっかりすぐ取り返す夏木なの。マントリー避けて見てますね、 D 当てて 9%、ここが DA は前から空上差し返してで掴んで、さあ確定コンボの火力高いですねマジで。上投げからの空上、ここは掴んで後ろ投げ、さあ空下からトン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 で DA 入れてもう一回空上、これ入ったね、あおっと、ああ出した、いっぱい出した、うおー、さあ最後の最後うまかったですね、ずらし上にずらしたのかな、
これウェビー入れてもう一回浮いたらさらにウェビーが入るという手段ですね。打ち返しなくてよかった。さあクエヌは消化戦、おっと攻撃上がりまーしっかり横詰まれとがめていく。すぐ出しつかみからのクエ上にずれて消化戦で逆にリスクをつけていく。ここはベルが怖いから逃げます。さあスイル飛んでくるベル、まあ、これは有名な小ネタですね。後ろ投げ、さあ空母入れて、さあ上スマでああいう方向に飛んでいく、まあ、もう熟知してますね消化戦の飛び方が。さあ対空空母でしっかりストック取り切ってますね。やはり素晴らしい。これは食え入らない、上に逃げていく。クメがここは DA から始まる、恋じゃないかこれは、危な。さあバチバチですね。さあ水流のせいでちょっとコンボ入りませんでしたが、ここは DA 入らないか。下様避けていくからに上投げ、空上コンボ確定ですね。さあこっからはさあに掴んで空上入った、あーっとこれはどうだ、しっかりかけばいいしていくがすぐ抜けていく。リンゴを取った、リンゴを選択、空前からさあ水流に合わせて下妻が飛んでいく、動いていく。さあ食える受け身取っている、しかしこれはうわそのまま回帰じゃない、偉すぎる。さあこれマート切った、回帰して、さあもう回避を切った。ここは空母ジャンプ読みをするのをちゃんと置いてる、今の空母は相当偉いですね。その前に崖奪いを見せてたので、やはりこっちとあっちとしてもね急がなきゃならなかったんで、で一番安定択はやはりジャンプなんですけど、そこに対してちゃんと空母を置いているというね素晴らしい判断です。さあ1本目取ってるのはリッキー。うん、今の最後の攻防超面白いな。モンスターエナジー飲んだら元気出てきた、飲み続けよう、モンスターエナジードーピングだ。さあ2本目お願いいたします。さあ選ばれたのはホローバスティオン、ここはしっかりとした確定コンボで 43% まで持っていく。クエヌからさらにクエヌ、さあベル見せといてしっかり投げを選択、マントで真ん中に逃げて、ここはベル逃してて、うわすげえ変なとこに飛んだ、意味わからん。ここすかしつかみ当たらず、ベルガードして、おっとこれしっかりガードしたか、あ素晴らしい。さあガードしていくが、これミカンと総裁になってしまって、DA から指導の空上が入らないという。さあすかそうと思ったが逆に空上で返していく。さあベル取るか、取るか、これすっかえってるからこそ、ああさあここはうわー火力たっけー 46%。 さあ偉すぎる、ヒットストップも伸ばしながらマントで回避も借りていくという。さあ空前から、さすがに買い上がりはしないかと、そう言わんばかりのグエヌス基礎心来るか、ウェビーでうわ分かんないよねあれね、当たったら終わってましたねほぼ。さあ飛んでいきましたね、マント出して横妻、さあ下京下すまで飛ばせるのがセットアップっぽいですね。あっうまー、さあベルちゃんと見てから横 B で撃墜、
さあ精度が高いっす夏希。ジャックから入れて消火栓で 45%、 素晴らしい。これは上 B ですね。真上にいるのでまず上 B できつい。さあ1ストックだいぶ差がついています。むしろベルでこれほぼ撃墜パーセントになっている可能性があるので、なかなか即死を入れないとなかなか難しいかと思います。ここは消火栓ディエガードして、さあこれきついよマジで。ベルガードして、さあこれ行きたいが、あえ嘘、あうわ今のやば、今のすごいな。あっから逆転させて横ビンの撃墜タクに持っていくの素晴らしいと思う。これは無敵がないのでメビウス選択か。さあ鍵当たっても終わり、鍵当たったら終わりですね。さあこれどうだ、うわー分かんないな、あんな長すぎ、あ後ろだけでもほぼ終わりですねこれ。あ鍵、さあ消防車が通って、さあリンゴ当たってあれやったら掴みで上投げでも終わりですね。さあどうだこれ、どうだこれ、リンゴで終わりだぞ、スマッシュでも終わり。おっと、あ来たか、あー来たこれこいつさあもともと持っていた全1メタナイトの称号を存分に見せていくリッキーメタナイト、あれしかなかったっすねあいつ、さすが元全1ですね、伊達じゃありません。まあさすがですね、あれ俺もやられんだよな。いやー素晴らしいスマッシュで、さあ2本目も取っていったのはリッキーメタナイト。ここで取ればリッキーが勝者側のまま優勝ですが、夏希はこのまま3本取り返すことができるのか。先ほどの逆転はなかなかメンタルにくると思いますが、ここはぜひ取り返していきたいと。さあ買い上がりで DA から、あ違うよ、さあ上からこれ入りましたね、上 B で入っていくが激痛には至らず、しかし高火力のダメージ、竜巻を逃げていく。ここは上投げ空上からの回避を見てからのコンボ補正切り、ここから出して、セカンドから前投げ、これ決勝戦になるかもしれへんやったらいいのに、いいのにしとくか、こっちにしとくか結局。さあここは竜巻を置いている。さあ火ダメが 30% しっかりしてますね。下今日はこれ D を選択か、下様じゃないんですね。消火栓を切っていく、ウエスマーザ登り食う前はしっかり崖ウエスまで音がめしていく、素晴らしい。まあ伊達じゃないですからね、やっぱりメタナイトの元全員者というか、メタナイトでここまで結果残してる男はシンプルに伊達じゃないです。それをやっぱ見せてくれるのはやはり素晴らしいですね。メタナイトの技術は本物っすからねやっぱり。さあ空入れて上にずらしているおかげで2段目が当たらない。夏希も相当ずらしてますねこれ。さあ DA からさあクマ入れて、さあシャスマ、さあベルをどうするか。さあベルさえやれればだいぶ変わってきます。
えらいですね、毎回気を誘っての横綱、素晴らしい嫌な読み合いです。さあまだまだパーセントに差があんまりないので、ここで撃墜できれば全然変わってきます。さあ入った、これは入る、うわ最後ずらしたな、えらい、最後だけちゃんと完璧にずらしましたね。ああなったらウェビア入れることはできません。なんか出ましたね、今漏れましたか。さあここは上でクエネで削っていく、クエネかな、さあ食う前離して、いやー偉いですね、上様あれリスクないですね。さあクエネ対空から、ここは復帰措置をしていくか、上ビさあ受け身してなんかすって立ってる、なんだガードして様子見て、さあクエネ持続当てゴリク前、そこは食べるのは許しませんよと。やはりパックマンの行動分かってきたか、対応してきた感がありますね。ただしこれ死ぬか、あ死んだかも、あ死なないんだこれ、そうか、そうか、今の死なないですね、当たったと思いましたけど僕も。上火入れてさらに横火を選んで、ここで空下を選択、ここが消火栓、致し方なしですね。ジャスがしてちゃんと投げからの空へ、消火栓は横さまで切っていく。さあウェビーにはダメージ判定があるので、ある程度のやつなら勝てますと。さあクエヌかな、ここはあ、おお、それ返ってくるな、あ、まあ何バカじゃん、あごめんなさい、ちょっと悪口が出てしまう、ちょっとなんか変なことちょっとね、すいませんね。さあ身内なんで許してください。さあこれ DA をガードした後にクエヌから、さあ横様、さあマントで逃げていく、さあクエヌでこれ横火決まったか、これさあ3-0 でしっかり王者としての強さを見せてったのはリッキー、さあ優勝おめでとうございます。まあ素晴らしいですね、文句なかったマジで、勝者側でいい勝負してたけど、そこも全部対応してのしっかりとした優勝でした。おめでとうございます。ジージー、グッドゲームでした、マジで。いやー、素晴らしかったわ。あ、やっぱうまいね。さすが、さすがスマパ。スマパリザルトしてるだけのことはある。相当うまいね。最初のリッキー超不安やったけど。さすがに、さすがに戻ってきてた感はあったね、リッキーが。ちょっと戻ってきとったな、一瞬戻ってきてなかったんけど、善一が戻ってきとったわ。素晴らしかったです。さてとリザルト順位ですね、順位1位がリッキー、2位がナツキ、3位が、ハクモ、4位がチョッパ、5位が、R の方のリッキーですね、まあ、6位ベスト6が、リッキーとメギド、ベスト8が、3ピースハツキで、ベスト12位が、クラークアロンビタミン C、ネコサブロで、ベスト16がタックンミカルインダヨリロハで、24が、シグモ、ヤイオ、アルバ、ネムル、ジージャンとなっております。いやー皆さん頑張りました、すげえ面白かったし、僕としては盛り上がる大会になったんじゃないかなと思います。いやほんま素晴らしかった、みんなお疲れ様です、本当に。さあまた来月ね、大会を開催するので、よかったらまた参加してくれたら嬉しいです。というわけで今回はこういう回でした。改めてご視聴ありがとうございました。参加者の方々お疲れ様でした。ではでは終わりましょう。バイチッ。